こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちら、アーク・ザ・グールデモ版をプレイしていきたいと思います。で、今作のゲームタイプなんですけどね、まだプレイをしていないので、音量調整だけさせていただいたんですけど、まだプレイをしていないので、正確なことは言えないんですが、多分、キングスフィールド系かなーってちょっと思ってます。マップの形式もダークソウルから影響を受けているというふうに言っていたので、で、銃を撃つことができるゲームなんですよ、一人称視点で。ただ、敵とか動きとかを見た感じは、やっぱりどっちかっていうと、キングスフィールドっぽい。RPG 要素などについての説明とかが、ストアページ内になかったんですね。なので、俺の勘違いの可能性もあるけど、それっぽいんですね。ということで気になってたので、今回デモ版プレイしていきたいと思います。今回は例によって例のごとくコントローラーを使用してプレイさせていただいております。調整とかはこんな感じ。フィールドオブビューが調整可能となっているので、もしかしたらプレイしながら調整するかもしれません。基本的には狭めなダンジョン内を探索するっぽいので、少し初期値が低いですね。90とかじゃないんだね。やっていこうか。よし、セーブポイント。ピクセル化するっていう選択肢があるので思ったんだけど、やっぱりうん、生まれ変わる前にお前一体誰だったんだってましたね。バウンティーハンター、これそういえば先ほど言いかけてたのが、ゲームピクセル化するためのオプションがあって、まあ、初期位置そうなってるんですけど、あれだね、あの元からピクセルなんじゃなくてフィルターかけてるタイプだね。これ、クラスとかになるのかな？ただ、元の職業なんだよね。Deep Denizer, Forest Folks。バウンティーハンターでやっていこうか。で、プライゼットポセッション。これはデモ版では見れない。まあ、ここはホビドワにしておこうか。おービー。あいあい、どこ行った？あい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 。What the? はい。OK。やっていこう。はい、もちろん。やっぱこれ、初期の選択した職業、前世によって、ステータスが変わったりとかするのかもしれないね。終わりを見る。OK。攻撃とかは特に、ああ、蹴りがあるね。近接攻撃に当たるやつかな。やっぱレベルとかがあるから、キングスフィールド系だね。レベルは何だろう、そのまま上昇していくのか、選択肢があるのか。ダッシュとかを見た感じはない？ B を失敗は違うな。多分説明が入るだろう、あるんだったら。ちょっとチェックしてみようか。オプションでね、このピクセル化っていうのがあるので、これでノットピクセレートすると、あ、かなり見やすくなりますね。これ多分ピクセル入れてない方がいいかもしれない、このゲームの場合。あの、ピクセルの方が個人的に好きなんですけど、これね、あの、ピクセルが完全にフィルターですごい違和感がある。チェンバーオブアウェイクニング。そうだね、正直このピクセル化してやるのだと違和感が俺はあるかな。これ、かがり火に相当するあれなんだろうか。インタラクトウィズサプリング、フルーツ。マックスヘルス。あー、なるほど。これで最大 HP とかを。アタックスピード、ムーブスピード、ジャンプハイ。なるほど。強化ができるのね、これで。サプリングレベル。ファーストタイム。あ、時間経過？なるほど。ゲームセーブ。やっぱ、かがり火だね。レベルが上がると、じゃあ、フルーツがもらえるので、フルーツを消費してて、自キャラを強化していくよっていうことか。なるほど。了解した。これただ強化できる個数が結構決まってる感じかな。そうすると何度もできるのかな。マックスヘルス、マックスマナー、ヒールオンヒット。あ、敵攻撃すると回復するやつは強いですね。マックスコンスマブル、アタックスピード、ムーブスピード。なるほど。ジャンプの高さとかがあるのはすごくあれっぽいな。いけない？いけそうだけどいけない。じゃあ向こうのあの穴から出ろってことかな。入れるのこれ。入れる入れる。背低いな、主人公。
これを向こうに蹴っていって登れってことね。こういうことね。理解した。攻撃するもんないんだよな。ダメージ入ってないっぽいし。蹴りは見た感じはダメージは入ってなくて敵を遠くに行かせてるだけっぽいな。あれが武器かな。光ってるものがあるね。回復か。あれが武器か。そろそろ武器が欲しいな、兄弟。でも取りに行けないな。落とした。落としたら死んだな。よし。次俺の番だ。中にあいつ入ってったりしない？あ、経験者入りましたね。あれが満タンになると1になるわけね。オッケーオッケー。ボーンソードよし。なるほど、ヘビーアタックを押しっぱなしね。なるほど、なるほど。なるほど。これはお金か。全部壊してた方がいいのだろうか。フィールドオブビューちょっと試しに変えてみるね。ちょっと気になった。ただやっぱり狭いからそんな必要ないか？ああ、でも、このぐらいでもいいかな、個人的には。初期値がちょっとやっぱり狭いかな。狭いところ歩くっていうけど、そこまで狭くないしな。あ、アイテムか何か後ろにあるね。これは何だろう？ネクタイプラス1。あれがネクタイなのか？よし、どうした？大丈夫系だな。評価できる回数少ないのはやはりデモ版だからだろうか？ちょっと気になるね。お、来てきた。 HP の下にあるゲージは魔法とかを使うのに使用するゲージかな。ちなみに今は近接攻撃しかできていませんが、トレーラーを見た限りはマシンガン的な武器とか持ってたので、それに使うものかも。おっとおっと、食っとこ。かなり回復するよな。シルバーを入手しているけど、シルバーは永続的なのだろうか。お、なんだこれ。ライトストーン。あ、インカントマジック。え、なにこれ。敵に蹴りつけるマジックかな。的にこんな感じでぶつける、そういうことかな。まあ遠距離攻撃に違いはないが、ファイヤーボール的なのが欲しかったな。これはそうだ、道に迷ったぜ。どこに行けばいいんだ俺。まだ行けそうなところはあるけれど、こっちでいいのかな。カップバイル、これさっき通れたとこだよね。これに触れるとやはりリセットされるのだろうか。うん、マックスヘルス、うん、無理だよね。ネクタルが足りないと。あ、オッケーオッケーオッケー。ゲームセーブ。こっちかな、そうすると。シルバー、デモ版だからそんな気にしなくていいんだけどね。
表面への道。お、フェイルドグール。グールの失敗作ね。レベルアップ、ネクタルプラス1。そうだね、やっぱりレベル上がるとネクタルが入手できて、ネクタル消費できようかってことだね。なるほどなるほど。やはり強化回数自体が現状だと少ないので、グレネードだって。じゃあこれだな。はいーよ。ああ、ごめん。もうちょっと近くないとダメみたい。ダメか、そうか。強化回数自体がやっぱり少ないと思うので、おそらくゲーム進めていくと、もっといろいろと、あ、やっぱあるね、武器。もっといろいろと、本当はできるんじゃないかな、強化。パワー、パワー、ああいう風に表示されてるので、なるほど、エンプティ。なしだとさすがに殴れないか。さっきもできなかったしね。魔法使ってみないとな。やっぱそうだね、こうやって使うんだ。普通のファイアボール的なのも欲しいな、でも。面白いギミックだ、ギミックっていうかタイプだと思うけど、武器としては。あと、普通に強い。オーケー、オーケー。ただ、どうなるんだろうね。あとで遠距離攻撃、通常の遠距離攻撃が手に入るはずなので、遠距離攻撃が手に入るはずなので、これいらない子になっちゃわない？使うのにワンテンポ遅れちゃうけど、威力が高いよとかなのかもしれないね。そうすると、バランス的に。で、本当に使わなくなっちゃうからね。このタイプの作品少ないから増えてほしいね、キングスフィールド系。個人的に大好きなんだけど、少ないんですよね、やっぱり。ん、インタラクト出たな。なんだ？なんか、インタラクト出たよね。なんだ？なんだ？一瞬だけ？一瞬だけ出たけど、お、キープアウト。これ、外どうなってんだ？そろそろセーブポイント欲しいな。すげえ大ダメージ負ってるので。エスト瓶式じゃないのよね、回復が。あれ回復じゃね？置いてやるの。やべ。ちょ、おめえじゃねえんだ。おい。よし。そろそろレベルアップだよな。いたっきれ？いたっきれ？クオ、クオいたっきれ。馬か。なんかフォーンって音がする。近く通ると。なんだろう。お、なんかある。これ鉄製？ああ、そういうことね。だから置かれてるのね、なるほど。シティストリート。オーイエー。オーイエー。エリジェシュート。いいね。普通の犬？ワトソン。バーク。バークバーク。吠え返す。こんにちは。エミル。迷子なんで、ここら辺ちょっと飛ばしてきますか。お、いいね。見せて。何持ってるんだい？お、なんだこれ。ラスティーウィップ。いいね。ウィップ。なるほど。食ってるやつね。これ、いっぱい買った方がいいのでは？これが欲しいね。ラスティーウィップ。銃弾あるけど、セーブか何かで休まないとなくなっちゃうのかな？あ、ごめん。セーブ感でどこかで休むと復活するのかな？この人でかくない？
武器が大好き。ああ、何か持ってきてあげないとダメみたい。あ、今攻撃当たったな。多分、やらない方がいいな、攻撃は。やらない方が良さげだな。攻撃してしまうとよろしくないだろう。登れそうだな。わざとこうやって置かれてるのか？あ、ギリギリ届かない。ジャンプ力を上昇させるっていう選択肢があるから、やっぱり上昇させておくと、普段行けないようなところを探索可能になるかもしれないね、将来的には。魔法使いか？こんにちは、ポーズ、気取ってら。ポーズ取ってるね。こんにちは。なるほど、すべて理解した。全然わからないが、よし。こっちではないのか。落ちたら死ぬな、これは。あ、いなくなってえら。なんか行く道を指し示してくれたりとかしたのかな、本当は。待てよ。そうすると、俺は一体どこに行けばいいんだ？さっきのとこだろ？ああ、セーブポイントあった。それそれとして。こんにちは。カボメさんかな？ここで今日ができますよと。マックスマンのマックスヘルス。ヘルス50アップは強くない？ただ、これかな？序盤に取るんだったら。俺だったらね。俺だったらね。まあ、今回は関係ないので、あれなんですけど、多分俺だったら序盤にこれか、このジャンプのやつ取っちゃうかな。ジャンプはね、多分行けるところ増えるからっていう理由ですね。ムーブスピードもかなり有利になる、このゲームだったら。まあ、今回は、4番手で試しにこれを取ってみましょう。Already accured。なるほど。もうすでに持っている。これフルーツを食ってるってことか。なるほど。なるほどね。この銃がどうなってる？マシンガンっぽい銃持ってたんだよな、主人公。ランパウダーポーチ。使うことで現在持っている弾薬を回復できるってことでね。Get lost, you're fool. 誰か襲われてる？こんにちは。あ、そういう。一般ピーポーは襲ってくるとね。結構。あれ？当たんないな。結構襲ってくんな。襲ってくるっていうか攻撃早えな、敵。これは撃ちまくる前提か？ガードみたいなのがあったらもちろん別なんで。あ、間違えて食っちゃった。割と襲ってきますね、村人。回避みたいなボタンはないな。今試してるんだけど。回避的な何かが欲しいか？あの攻撃速度だったら。さっきまでは全然。もう銃持ってない前提だったしね。これは魔法と銃使っていく感じかな。そうすると。向こう行けたな、左。魔法と銃を多分メインで使っていく必要があるね。よし、こんな感じか。近接がむずいね、普通に。グレネード。ガードが欲しいかな、やってるとボタン的に。あ、暗くて見えない。松明みたいなものが必要になるかな、そうすると。いていて。こいつはまあ銃とかなくても普通に倒せる。攻撃頻度が少ないので、こいつはね。こいつはね。さっき間違えて食っちまったのが痛えな。あそこ多分松明的なものを持った状態で進んでねっていうことだと思う。
違うのかな。グレネード多いね。理解したけど、普通にいけるか。よし。え、だよね。おっと、これフルーツ。これ死んでも大丈夫なのかな、ネクタル。多分 HP じゃない、経験値その場に落とすタイプじゃない。で、戻るで、経験値その場に落としちゃうかな。あ、そうだね。経験値が減ってるね。経験値は減るけど、一点になってるやつはなくならないってことか。なるほど、なるほど。そういうことね。敵はもちろん復活するタイプだよね。だよね。ネックはやっぱり戦闘で基本的に、これ移動速度あとアップかな。銃撃ちまくるわけにはいかないもんな。よし、お金を落としてくれるもんな。うん、シビアだけど、まあ面白いね。やっぱり戦闘自体はかなり慣れが必要だ。やべ、当たる。操作な、このバランス調整が続くんだったら移動速度アップが欲しいところで、さっきのところだね。あ、やべえ、やらかした、やらかした、やらかしちまったぜ。あの上の方にも攻撃がヒットしちゃってたからね。やっちまったな。まあ、いるよね、なんか。こいつは射程ちゃんと短めなんだね。レベルアップ。爆発するやつだよね。ちょっと試したかった。あー、でもヒットはしなかったのか。あ、痛い。誰かに当たったな。誰かの攻撃だ。さっきの銃撃ってきたやつだよな、多分。まあ、シビリアン。あ、あいつらの攻撃って仲間にも当たるんだ。よくできてんねー。やめてやめて、狙わないで狙わないで。よーし。オーケー。もういない？いないね。よし。で、よし、ここら辺だな。乗って、よし。ネクタルプラス1。お、ここも一応いけるけど、後ろになんかありそうだよな、これ。あ、いるね、向こうに。でもおっちゃんいるね。えへへへへへへへ。ダメだ、無駄にしてしまった魔法。鉄砲、ただ一発一発がめちゃ強だね。おっと、え、嘘。壁貫通、壁貫通。それは良くないと思う、俺。そういうの良くないと思う。
壁貫通したって兄弟、今のは。よくないよ、そういうの。よくねって。何取った？これ？あー、はい。これさ、そういえばどうなんだろうな。ジャンプ力って 25% アップでしょ。 25% 上がってもあんまこなあそんな、そんな、おのれ。あれ、これ何落ちてるの。さっき倒したやつだな。あ、マックスだから取れないってことな。じゃあ試しに使ってみよう。ガンパウダー、はい。持てる個数アップもあるからな。持てる個数アップは、あ、あいつ倒した時にたまに出るんだ、いいね。持てる個数アップは、こういうのがあるから純粋に強いよね、取っておくと。パワーアップは見た感じどれも強いっぽいな。魔法も遠距離攻撃が一つ上がるようなもんだから普通に強いしね。待ちけよ。こっち来るなよ。こっから行けるでしょ。よし。こんにちは。まあ、降りてこい、降りてこい、降りてこい。降りてこい。あ、降りてこない。ヘッドショットとかはないんかな？見た感じ。よし。よし。ファームポイントでしょ、ここは。オッケーオッケー。難易度はかなりいい感じだね。あ、これ降りれる。ということでね。下水っぽいところ出た。グレネード落ちてたのか。これ、あれ、これ違うな。これは今すぐ食うやつ。結構落ちてるけど近づかないと気づかないな。あのキノコ変な、変な音出るな。ハワワハワワって音しましたね。ちょっと違うかもしれないけど。あ、こんにちは。これ正しい道なのだろうか、本当に。今回デモ版なので別に大丈夫なんだけど、そうじゃなかったとしても。あー、ジャンプとムーブスピードあるね。ムーブスピード取ってみようか。あ、か、結構快適になる？主人公、水に潜っても大丈夫なんだ。さっきも何もゲージ出てなかったけど、さすがになんかあんだろうなーって思ったんだけど、なんもないのかな？素晴らしい。ちょっと届かない。ちょっと届かないな。こんにちは。お前武器貫通するからな。超外してる。こいつらのエイムはあのクソ正確ってわけじゃないので、そこは助かるね。うう。で、こっちだな。逃げられるときに、ああっていうのがちょっとつぼってます。うん。お？これはどこなんだ？町に通じる道だったのか？いや、これ本来は開く予定だったりした？あ、開いてる。ガスト。
あー、吹き飛ばしたりできる、もしかして。ガンパウダーだ。使っとこう。ガストはどういう感じで使うんだろう。使ったらその場でダメージが入るタイプではないように見えるけど。あ、これ別の入り口だったりした？いや、向こう側から来てたら行き止まりだよな。扉閉まってるわけだもんね。来れるな。試すか。ダメージはやっぱり入らないタイプだ。じゃあ使いどころ次第だね。何か仕掛けを解いたり、敵を高いところから落としたりとか、有用ではあると思うけど、どういう風に現在使うかはようわからん。あれ、ガンパウダーって最大値以上に溜まるってことか？今使ったけど消費されなかったんだよね。ああ、あれ魔法使いか。一般ピーポーだと思った。杖持って変態だ。あ、ナイフ持ってる、ナイフ持ってる。ごめん、違った。その頭につけてるの、なくならないの？それ燃えてるんですよね、多分。レベルアップ。やっぱこれ、あれだな。デモ版だからだな。結構レベルアップ自体も早いし。あ、ここに通じてるんだ。あの人はなんかね、道具探してるって言ってるんですよね。タップバイラル。見てないけど、まだ何も分かってないけど、あれ多分、SP じゃなくて、MP 回復でしょ。多分ね。MP 回復的なあれだと思う。本席行けるところが結構多いな。あ、ここ。通ったことがあるところの裏側かな。あれでも、あれじゃないの？ここ。さっきこの上にお金があったところじゃないの？違う、あ、逆側か。逆側かな？お金じゃない、ごめん、ネクタルか。ネクタルがあったところっぽいんだけど、違うのかな？ああ、そうだね。くるっと回り込んできてしまっただけね。なんかあるかな。虫がいっぱいいる。これちょっと光るんだ、そういえば。危ないから。玉切れ、玉切れ、玉切れ。前が見えんな。こうやっていくって感じではないだろう、多分。これ絶対住んでる途中にでっけえ虫いるぞ。向こうでなんか光ってるもんな。虫だな、多分。虫の背中が光るんですよ。おお、なんかにやられた。なんかにやられたね。後ろから来てた？
さてと、やられたついでに今回のデモ版はここら辺でプレイを終了したいかと思いますが、いかがだったでしょうか。これはキングズフィールドとか系が好きな方はすごいハマるんじゃないかな。俺も探索めちゃくちゃ楽しかったですね。これちなみにレベルアップした時に見送っている、食べているっていう仕様みたいだから、設定みたいだから身が光ってなくなってますね。一つ気になったのがパワーアップできる量がちょっと少ないかな。多分、ただね、サップリングレベル1って下に出てるんですよ。これ自体のレベルが上がるのではってちょっと思ってる。あとは一定数入手すると、一定数入手するとネクタルを使用してこれ取ってるっていう設定みたいだから、もしかしたら気が大きくなって、さらに色々取れるようになるっていう仕様なのかもしれない。そんな感じなので、多分レベルアップこれだけではないと思うんですよ。もしかしたらデモ版だからこれだけしか取れませんよっていう仕様になってるかもしれないし。なので、レベルアップもっとできそう。プレイした感じは特に違和感はなかったかな。個人的に初期設定のフィールドオブビューは70ぐらいでいいんじゃねえかなとはちょっと思いました。今上げたんだけど、今が普通ぐらいな印象かな俺は。で、そちらとはまた別なんだけど、このピクセレートなんだけど、この推奨されているこのピクセレート状態がね、俺は好きじゃない。なんでかっていうと、これフィルターなんですよ。フィルターつけてる状態なので、すごい俺は違和感がある。こっちの方がいいと思う。初期状態のピクセルかフィルターが入ってない状態の方が俺は見やすいかな。あっちね、ピクセルが入ってるっていうか、ボケボケになっている感じに見えてしまう、俺は。のであんま好きじゃないかなーっていう印象です。そんな感じでしょうか。で、戦闘は爽快感があるタイプの戦闘ではないので、そっちを望んでいる方には向かないかな。ただそれ以外だったら普通に本当に面白いタイプのキングスフィールド系の作品になってるから、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。最終的なバランスなどはもちろんプレイしないと、本編の方ね、正式リズムをプレイしないと何とも言えないんだけど、キングスフィールド系好きな方はすごい楽しめるんじゃないかな。ぜひチェックしてみてください。といったところで今回のプレイを終了したいかと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄の方に今作のストアページや私の X へのリンクなど貼ってあるので、気軽にフォロー&チェックください。もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回のプレイはここら辺で、また次の作品でお会いしましょう。ホビドアでした。ご視聴ありがとうございました。